ということで、今回ですね、チェックレビューの方でさせていただきたいと思うんですけども、前回紹介した、前の方で紹介したこのサーカスというデックがあるんですけども、赤と青ね、品質がものすごく悪くてですね、この赤の時代はね、品質はね、まずまずだったんですよ。エンボス加工されていて、ストリッパー加工、これはね、デメリット、メリットにも途中でも捉えることができるんですけども、100円のクオリティじゃないなと思ったんですよね。ただ、青が発売された瞬間、これはまずいなと思ったんですよね。広がり具合がめちゃくちゃ悪すぎるということで、ただ、その発売から1年、2年という、こうね、月日が経ちまして、さて、どのように変わってきたのか見ていきたいと思います。最後にね、青を開けたいと思うんですけども、この青の開封動画は次回動画に回したいと思いますので、ぜひそちらの方も見ていただければと思います。まず赤ですね。開封なんですけども、これは前と変わりないって感じですね。シールないのがね、これ高評価なんですよ。これ個人的な話かもしれませんけどね。で、ここ最近なんですけども、この下のフィルムね、私残すようになりましたね。これ湿気対策です。ただね、このフィルムもね、途中からダメになってくるんですよね。まあなんかケース買えばいいのかなって感じなんですけども、模様に関してはね、これ一緒です。一緒ですね。匂いなんですけど、何ですかね。ザ・紙っていうようなね、匂いなんですけども。ジョーカーが、2枚とですね、これは何でしょうかね。サーカスと書かれた謎のカードがあったんですけど、まあ、なんか、特になんでもないっていうカードでしょうかね。はい。広がり具合ですけども、まあ、硬いですね。あれしただけでもね、これ硬いですね。こう広げてみますと、こんな感じです。はい。パンも綺麗に広がりますよね。で、多分ですけども、ストリッパー加工はね、もうなくなっちゃったかなという感じですけども、入れていきますとですね。はい、もうないっていう感じですよね。どこに行ったか全くわからないっていう感じです。はい。逆にしたところでもわからなくなりましたね。まあ、これは、良かった点ですね。これは前の動画というか、まあ、過去にもこうあったんですけどね。で、これ赤と黒とでこう分けてるということで、じゃああれ行ってみましょうかね。ファローをちょっとやってみたいと思います。まずはこの向きですね。で、これサーカスデック、ファローが入らないということで有名でした。いきますね。ファローが入らないね。まあ、デックというとアイデアル。っていうね、デックもこうあったんですけども、この向きでは入らないですね。もう、上向きではないのかな。祭壇の向きっていうのがありまして、この祭壇の向きに沿っていくと、ファローが比較的入りやすかったりします。全く入らないですね。これ全く入らないんで、これファローをするようなね、デックではないのかなって感じですね。じゃあしょうがないんでね、これやっていきたいと思います。リフルシャッフルです。腰がありますよね、これね。腰がありますので、これ硬いです。非常に硬いです。これ、検証に泣かせのような気がしますね。結構硬いですね。硬いです。結構どころじゃなくてかなり硬いですね。広がり具合はね、全然いいんですけども、こんな感じで綺麗に広がるんですけども、ただ硬すぎるっていうね。あと何でしょうかね、このぬめっとした食感ね。これちょっとマイナス評価ですね。で、まあ結局2年経った結果なんですけども、まあ硬さは変わってない。